カカオのフルーツをガラッシュにしました。だからカカオフルーツとそのカカオ、カカオフルーツ、フルーツです、フルーツです、フルーツの部分ってことですか。そうです、白いあの白いところ、果肉の果肉です。食べないですよね。いや食べますよ。食べるんですか。ものすごい美味しいもん。ライチっぽいです。ライチっぽいです。2番がエクアドルのオリバナショナルっていう品種のカカオとカモミールで、それとイチゴとグロゼイのツートンです。すごい。だから今回結構たらいを感じのショコラが多くて、2番目ね。で3番目がヒューガナツのプラリネです。ヘーゼルナッツ、あのピエモンテのヘーゼルナッツとヒューガナツで、最後がエルダーフラワーとペルーのチャンチャマイオっていうカカオ、それともう 下2ミリぐらいがカシスです。だから物語を作って、その意思を聞いて、で物語を佐藤筑前さんに見せたら曲書きたいって言うて曲書いて、ほんで12月2日に発売。